どうもエルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さあ今回はパイモンが材料を探せということで探しに行きたいなと思います。あとはそうだね、一応主人公の幻想を岩に戻したところぐらいかな。いるねスライムちゃん。嘘だろ。もうなんかね、感覚的にやばいよね。スライムが美味しそうって。あースライム料理で思い出したけどさ、原神のツイッターか、実際に作った料理あげてたよね、スライムっぽいやつでね。あれすごかったな、インパクトすごかったんだよね。で、うん、すごく甘い匂いがするぞ。甘い匂いか。何か聞こえないか。違う、助けを呼んでるぞ。あそこの遺跡からだな。あの砲塔団たちが誰かを閉じ込めてるんじゃないか。なるほど。あ、スイートフラワーあるね。しかもさばきを受けよ。ああ、そこでそうなるか。だいぶ頭滑っていってたな。これでどう？あー、そこダメ。意外とね、水没ね、大変だよね。一撃っていうのがすごく助かるからいいんだけど。ほい、ほい。いやー、ダメージ高いと助かるわ。あー、ちょっとめんどくさい相手がいるね。でもディルック育てるときあれめちゃくちゃ必要なんだよね。まだいた。鍵ゲット。助けてくれてありがとう。あの砲塔団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。ごめん、先に取ってしまった。楽勝楽勝。そんなに感謝しなくてもいいからな。わかってる、ちゃんとお礼は用意するよ。本当に大丈夫？君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー、明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか砲塔団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董、貴重品、俺が持ってるものなら何でも。現金って言いたいけどね。まあ気持ちだけにそこ。あるものを探してるんだ。おや、どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ。お菓子を入れるんだ。もちろんさ、骨董業者たるもの、箱は必需品だろ。明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。店主には俺から言っとく。時間があるときに店に取りに来ればいいさ。よかった、アイシングスライムの箱はこれで解決だな。
シングスライムね。あーで、スイートフラワー取ったからもう OK ってことか。ちょっとね、そこが気になるんだよな。やっぱお宝あったね。よし、オッケー。ないね。さて、違う、そっちではない。さあね、戻るしかなさそうだね。上の方か。さあ、飛んできたよー、ということで、近くまで走っていくか。まあ、でも、アイシングスライム見た目どういうのか見てみたいよねー。さて、やっぱ下だよね。なぜ上に案内された。こんにちは。ここに来れば綺麗な箱をもらえるってモーターに言われたんだけど。ええ、彼から聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。綺麗だね。この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから、これでいいかしら。ほう。おお、すごく素敵だ。そうだ、他のものも見ていいか。借りられるものがあったら借りたいんだけど。ええ、品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。え、マジで？できた。唯一無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに積み立ての花があるわ。一緒にどうかしら。やったー。あー、すごい。意外と見た目すごい。へー、どうしてか少し後ろめたい。わかる。オイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ。行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜ。スライムと砂糖の適量。アイシングスライム見た目以上に綺麗だったね。さあ、これで案内係を探さないといけないんだよね。上か。よし、上へ移動するか。頑張って。いやー、でもなんだろうね、こうスライムをここまで違った意味で活躍するっていうのはまた珍しいよね。普通だったらゲテモノ料理なんだけどな。さらに置く。ね、ユリは欲しいよね。さてさて、これぐらいでいいかな。上か。これで行くのか。国政に言われた通りだと確か。こんにちは。月は売ってる？ほう。はい。数はどうします？数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。
お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。あ、限定の暗号とかあるんだ。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。はあ、行幸だ。はじめまして。プレゼントを用意したんだ。気に入ってくれると嬉しいな。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひひ。はあ、軍玉閣が綺麗だね。気に入ってもらえて嬉しいわ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエコーの全貌を見ることができるわ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天柱園になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も、今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そしていつか七国を覆うことになると私は信じてるわ。大部屋進化だね、優しい喋り方で。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわ。ああ、じゃあ通じてるところあるんだ。だからあなたがリーユエに着いた日から私はあなたを探した。何？ああ、じゃああれわざと確保するために捕まえたってこと？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。まさかオーナーって七星の部下なのか？違うわ。防御旅館の者全員私たちの部下よ。へえ、怖っ。少し前あったね、奇襲機のところで、ね、そうよね。おお、ずっと上で見てたのか。こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある、関心を持つのも当然よ。そうだね、国政が 七星は帝君を殺害してないって。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。今回は誤解を解くために招待したの。誤解ね。てか行幸欲しいんだよね、ちょっと組み合わせ的に。マジか、どういうことか話聞きますか。魔人戦争は聞いたことあるわね。は、初めて聞くんだけど、よく知らない。魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。幸運閣は見えるかしら。あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されてる。ほう。魔人だけでなく俗世の七七星も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は崩れない。次の元神が現れる。けれどテイ君のことは忘れないわ。その時
リーユへの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう。新たな時代でもリーユへ七世は帝君の民よ。帝君に歯向かうなんてするわけないでしょ。じゃあなぜ、先祖の泣きがろ隠したあの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵はとうにリーユエコーにいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って誰のこと？さあどう思う？まさかあの人、なんとなくわかった。まさかあの人誰だあーやっぱタルタリアかな。なぞなぞでもしてるのか。正解よ。合ってるの？外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ二人とも中へどうぞ。さあ誰のことを言ってるかは気になるね。ちょっとその前に見ていこうか。こっからは話が長くなりそうだからね。あーでもすごいな。なんかものすごい豪邸なのかなと思ってたけど、すっごい品格のある建物だね。作りがこれすごいな。あ入りますか中にね。すごいね。そんなに来れる機会はなさそうだから、こう見ておきたいところはあるね。ほう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 、おーすごいすごい、降りれるのか。まあでもこう特になんかあるってわけじゃないね。これは桜かな、梅かな。いやすごいね。ここはいけないと。うん先にちょっとね先にね。おーすごいすごい。ま、話聞くか。楽にして、我が家のように思っていいから。いいのか？ええ、ここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよ。かしこまらなくていいわ。あれは？ん？これが伝説のあの壁か？あら知ってるのね。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいってさ。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。商売人は秘密を知りたがるもの。でも旅人、リーウェ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよね。あなたは特別。あなたも理解してるでしょ。できれば信頼してほしいの。もし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。ほう、国政がなんか握ってるのか。良子と国政なら、うわー、うわこれ悩むな。下にしてみようか国政を選ぶわよね。
それくらいわかってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど、仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければ、リーウェの未来はどうなる？と彼女が言った後、私の心にあった迷いは消えたわ。確かに帝君の逝去は七星にとって有益ね。でもリーウェのためには七星三奪のデマに縛られてはいけないわ。で、そのデマの裏にはファデュイがいると。さっきからあなたは私の意図が分かってるのね。情報を封鎖し亡骸を隠したのは形勢を安定させるため。モンドのようなことは避けたいの。ファデュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ。私もリーウェのテンチュエンとして本気で抵抗しないと。操船儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎ。もう、七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだったのか。勝利の言った通りだな。そうだ、目的を果たすといえば、言ってもいいか？構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな。パイモン、空気読んで。いいわ、素直な人は好きよ。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの、そのお詫びとしてここから好きなものを一つ選んでいいわ。やったー、待ってたぞ。オイラが欲しいのはあの壁にある紙切れだ。ん？それ？そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞ。それが丸々1ページだったら、想像できないほどの大金だ。選ぼう、一番大きいやつだ。え、マジで？マジでそれ？どう？もう決めた？ええ、決めたらそのまま取って結構よ。それから軍玉閣で少し休みなさい。適度な休息も旅には大事なことよ。そうか、ありがとう。そう、かしこまらなくていいわ。なんか行幸もうちょっと荒々しい感じかなと思ったけど、どっちかというと国政の方がそんな感じだね。選ぶまでもないな。一番大きいページは一番目立つ場所にある。よし、これだ。ふむふむ、何が書いてあるんだ。ん？丸をつけられてる場所ってまさかお宝？それかお金になるチャンス？どれどれ。金器、滅却、何なんだ。ファデュイ、研究、コピー、お宝。じゃあないみたいだな。ファデュイが近畿滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞ。もう、ファデュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよな。でも近畿滅却の札の研究も悪いことなのか。そういえばお前も近畿滅却の札を持ってたな。調べてみるか。もう多分ね、さっきの頭のいい感じからすると意図的に誘導されてるね。パイモンのこれも多分予期してる。え、そうなのか。じゃあやめた方がいい。いや、調べよう。つまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるってことだな。ちょっと理解できないな。行幸は優しい人だと思うぞ。でも今はお前の言う通りにしよう。勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってファデュイに探りを入れてみるか。
いや、あんな大胆に置いてあるのがそもそもね。おお、なんか綺麗だね。まあ座って、はい、ということで今回ここまでとなります。まあ次回はそうだね、粉雪が記した場所に行くということで、ちょっとファデュイ探ってみますか。何企んでるか分かんないからね。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。